時刻は10時を回りました。この時間は FM 技能ワン防災防犯番組ライフサポートラジオをお送りいたします。お届けするのは FM 技能ワンスタッフの根間ゆかりです。この番組は地域の防災防犯意識の向上を図り、いざという時において冷静、的確に行動ができるよう情報を発信することが目的です。できる限り地域に根ざした様々な情報をお伝えします。 この番組では皆さんからのご意見、ご感想を受け付けております。防災、防犯に関する豆知識、日頃から心がけていることなど、些細な情報でも構いません。メールアドレスは、797-at-mark-fmguinoan.com、7 9 7 a t m a r f m g u i n o a n c o m までお願いいたします。また、f m g u ワン o a n では、Ustream と t w i c a s で、 映像と音声を配信しています。FM 技能案のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ではですね、本日は、えっと、台風が近づいているということで、えっと、沖縄気象台、気象台と日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会と連携して、わかりやすく防災の知識を伝える FM 気象台を展開しております。で、本日のテーマは台風。 台風のの発生とその動き、台風への防災対策のあれこれというテーマを設けて、えっと、FM ラジオ気象台を放送していきたいと思いますではまずはそちらをお聞きください沖縄気象台では日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会と連携して分かりやすく防災知識を伝える FM ラジオ気象台を展開していきます今月は台風についてお聞きください沖縄は古くから台風銀座と呼ばれています年間どのくらいの台風が沖縄に接近するかご存知ですか台風は1年で約26個発生し沖縄県にはそのうち約7個の台風が接近してきます年間を通して7月から9月が接近するの多い月となっていますさて今年 2016年6月まで台風が1個も発生していませんでした例年なら6月までに4個くらい台風が発生していますが今年はゼロでしたでも結果的に年間の発生数は平年並みになることがあるので7月から9月にまとまって発生する可能性もあります今後の台風の発生には十分注意しておきたいです今年6月までに台風が発生しなかったのは2014年夏から 2016年春頃まで続いていたエルニーニョ現象による影響が原因と言われています。エルニーニョ現象はペルー沖の海水温が上昇する現象です。この海水温の上昇によって広大な太平洋を覆う太平洋高気圧が西に張り出したため太平洋側は雲が発生しにくくなりまた太平洋の西側にあるフィリピンの東海上では雲の発生させる 対流活動が不活発になったことが台風が発生しにくい状態になったわけです沖縄県に影響を及ぼす台風は主にフィリピンの東の海上で多く発生しますでも今年はエルニーニョ現象の影響で対流活動が不活発なために台風が発生しにくい状態になっていますいつもならフィリピンの東海上では海面から たくさんの水蒸気が発生し、この水蒸気が雲となって、そして積乱雲、熱帯低気圧、台風へとなっていくのです。熱帯低気圧はゆっくりと西に進みながら、周りの海面から水蒸気が補給され、だんだん成長して風の強さが秒速約17メートルになると台風と呼ばれるようになります。 赤道近くで発生した台風は、赤道付近を東から西に吹く扁東風という風に乗って、沖縄の南の方へ進んでいきます。沖縄の南の海上では、南寄りの風が吹いているため、西向きに進んできた台風は、次第に北に向きを変え、沖縄付近に接近してきます。沖縄県に台風が接近しやすいのは、台風の発生する場所と、 台風を動かす風に関係しているからです台風は沖縄地方を通過後次第に東に向きを変え進んでいきます沖縄の北では偏西風と呼ばれる強い西風が吹いていて台風はそれに流され速度を速めながら沖縄地方から遠ざかっていきます沖縄県には台風が発達期から最盛期に接近することが多くまた西に進んできたところから 東に向きを変えるため進行速度が遅くなり長時間猛烈な暴風や大雨などにさらされ暴風害や浸水害、土砂災害、高潮害、波浪害といった大きな災害が発生することがたびたびあります台風に対する防災対策に長けた沖縄県民であっても猛烈な勢力にまで発達した台風の襲来には十分な備えが必要です 暴風には窓ガラスや雨戸はしっかり鍵をかけテープなどで補強しておきましょう大雨時にはお置の近くの側溝や排水溝を掃除して水はけを良くしておきましょう台風が接近して暴風になると風により物が飛ばされたり飛んできた物にぶつかったり車が横転したりする恐れがありますまた 人が風に煽られて転倒したりドアに指を挟まれるなど被害が多く発生します海岸付近は台風の接近前から波が高くなっていて台風が通過した後もしばらくは波が高いです台風接近時には海岸付近に高波を見に行くなど危険なことはやめましょう台風による災害から身を守るためには風が強くなる前 大雨が降る前に台風対策を済ませ不要な外出は避け台風が過ぎ去るのを待つことが第一です普段から備え正しい情報を入手することが重要です台風災害による被害を未然に防ぐためにも台風の正しい知識を身につけ災害に備えましょう沖縄気象台では日本コミュニティ放送協会 沖縄地区協議会と連携して、分かりやすく防災知識を伝える FM ラジオ以上、以上沖縄気象台より、えっと、台風台風対策 FM ラジオ気象台をお届けいたしましたこの後、CM を挟んでゲストさんをお迎えしたいと思います 続いてのコーナーはゲストコーナーです。本日はですね。えっと沖縄気象台気象防災情報調査調整官の松田博之さんと。4月から沖縄気象台に入りました。中田麻里子さんをご一緒にお話を伺いたいと思います。松田さん、中田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いますはい、ではえっと。 松田さんはえっと今回初めての出演となりますが出身は沖縄ですか。はい、えー、私は沖縄県の久米島の出身です。小さい頃から、えー、沖縄の灼熱の太陽を浴びてきましたので、まあ、この通り見ての通りですけどもジーグルーです。<laughs> えっと中田さんも沖縄出身でいらっしゃいますか。あ、はい、もうこの近くの茶団町の出身です。あ、そうなんですか。よろしくお願いします。 松田さんは、今日はかりウェアで、ち男中っていう感じですね。はい、そうですね。<laughs> あ私、あの、中学三年まで、あの、久米島にいたんですけども。島を飛び出しまして、宜野湾市のかかず中学に転校しまして、その後、普天間高校を卒業しました。普天間高校の二十九期です。そうなんですか。はい、普天間高校というと、このスタジオからもすぐ近くなので。はい。 松田さんはここ急なあたりは遊んでいた場所ですかそうですねよく遊んでましたね高校時代は普天間それから急な大山伊佐内泊まりあたりですね私のテリトリーです <laughs> ギ市はまあ私にとって第二の故郷になってます <laughs> そ,そうなんですか、はい、それでは松田さん今日はどのような話題についてお話しいただけるのでしょうかはい今日はもう8月の最後の日になりましたけれどもまだまだ残暑が 厳しくて県内の各地で高温が予想されていますので今日熱中症についてお話ししますそうですね、暑い日が続いていますもんね熱中症ですね、はい、その前に根間さんに一つ質問ですおいきなりですね <laughs> どのような質問なんでしょうか <laughs> は亜熱帯地方の沖縄です、えー、沖縄は暑いというイメージがありますが沖縄で一番、えー、暑い月は何月だと思いますか 夏休みですからね、7月、8月、9月と沖縄はまあ常に暑い日が続きますけど、やっぱり8月が一番暑いですかね。はい、お見事ですね。見事に不正解です。<laughs> 実は7月ですね。はい、7月の平均気温が28.9なんですね。はい。それから8月は少しだけ下がって28.7度、9月は27.6度となって徐々に。 ですけども気温は下がっていきますけどもまだまだ10月にかけまして残暑が厳しい日が続きますそうなんですか10月も残暑が厳しいんですね、はい、沖縄では暑さのピークは7月なんですねそうですねはい。覚えておきます、はい、昨日の30日の最高気温なんですけども、はい、那覇市では30.7度を観測しました県内ですと名護市で31.7度、はいえー、入表島の大原で32.9度を観測しています やっぱりまだまだ暑いですね、はい、なんか私も最近夏バテ気味で, <laughs> でも今月は本土の方でも連日猛暑となったというニュースもありましたよねあ,ありましたね最高気温が30度を超すと真夏日と言いますが35度を超すと猛暑日と言いますえ今年は岐阜県の多治見市で39.7度を観測するなど全国各地で猛暑日がありましたね太陽よりも暑いという風になっているんですね そうななんんですかなんか最近は沖縄よりもなんか温度の方が暑いとかいうイメージもあるんですけどどううなんでですすかねうんそが、ねまあ、海に囲まれた沖縄ですので海水温が高くて1年を通して温暖な気候ですけども実は風通しがよくて熱がこもらないということもありまして日中の最高気温というのはそそれほど上昇しませんんうなんですかこれまでの記録というのは何度ぐらいになるんですかね。 はい、沖縄気象台は今年で創立126周年を迎えました、はい、観測史上1位の記録は15年前の2001年に35.6度というものがありますまた本土の方では40度を超すこともたびたびあり埼玉県の熊谷地方気象台では40.9度という記録がありますそのようなやっぱ暑い夏に注意するのが熱中症ということですねそうですね。 総務省の消防庁、総務省消防庁の調べによりますと、今年の8月の21日現在ですけれども、全国で熱中症による緊急搬送人数、つまり救急車で運んだ人数なんですけれども、はい、4万2971名。そのうち54名の方が亡くなっています。すごい多い人数が多いですね。うんはい、全国のトータルのトータルの人数ということですよね。では沖縄ではどのようになっているんですか。 はい、沖縄県内では緊急搬送者人数は930人で幸いにも亡くなった方はいませんそれでも930名の方がいるっていうことですねそうですね、まあ、沖縄といえば台風銀座と言われるぐらい、えー、毎年台風が接近してきますけども実は台風によって死者や負傷者はそれほど多くはありませんあなるほどそうなんですね、うん、それは県民の皆さんがしっかりと台風に関して理解をして 台風情報をもとにして事前の台風対策を行っている成果とも言えます沖縄気象台が的確に台風情報を発表しその情報を私たち放送局が市民に伝えそれを市民が理解して活躍し台風対策を行うまさにこれ連携プレーの成果と言えますすねねそうです、ね、しかし熱中症の患者が毎年これほど多いということはまだまだ、えー、高温対策に関して県民の知識とか意識が十分でない。 対処方法が十分でないと言えますそうですね小学生や中学生高校生のやっぱ体育会系の部活野球とかサッカーテニスとかは、うん、炎天下で行われますし野外で作業する大人の方もやっぱり注意が必要ですよねそうですねまさにその通りで沖縄で患者数が実は一番多いのは成人で約全体の50%を占めています <laughs> 外でのお仕事例えば、えー、土木の工事とかそれから農作業もそうですけども ゴルフとか釣りにも気をつけたいですし、それから観光客への配慮も必要となります。機能湾市にはあの機能湾トロピカルビーチもあります。県外からやっぱ観光客の方も多くて、せっかく沖縄に来たのに満喫し,しようとあの無理をしてしまうこともやっぱりありますよね。そうですね。それともう一つのポイントとして暑さに弱い高齢者、そして乳幼児への配慮があります。高齢者や乳幼児ですか。はい。 えー、高齢者は実は日頃から水分や、えー、塩分の摂取が低下しがちで、また汗をかいても体温の調整が十分に機能せずに、本人が気づかないうちに脱水症を起こしやすいというふうに根本、うん、さん、熱中症というと、はい、例えばなんとなく屋外で発生しやすいというイメージがあると思いますけれども。 そうですね。私も屋外で発生しやすいというイメージを持ってますね。うん、そうですね。はい、実は実際はえ家の中で発生発症しているケースが4割近く占めています。特に高齢者が多いと言われています。そうなんですか。うん、4割というとかなり多いですね。すごい意外です、ね。そうですね。はい。また死亡事例も約3割が夜間に起きているということ報告もありますね。ああ、そうなんですね。そこでやっぱりこうまたえっとなるほど。 屋外、室内問わずにやっぱり、うん、昼夜、時間帯を問わずに熱中症に注意していく必要があるということですね、そうですねそこが大事なところだと思いますね、私も実は92歳の父親と88歳の母親がいますけども、はいまあ、できるだけ身の回りにスポーツドリンクとかミネラルウォーターを置いて、ですね常にあの水分が取れるような形で気をつけています。 やはり本人だけでなくやっぱり周りの人が気を遣ってあげることが大切なんですねそれと同様に乳幼児も、はい、体温の調節機能が未発達なために熱中症にかかりやすいと言われていますすそうですよね特にやっぱり赤ちゃんは言葉が話せないから、うん、赤ちゃんからのやっぱシグナルを大人が敏感になって受け止めてあげないといけないですよね。はい 車の中でもやっぱり脱水症になるというケースも多いですから注意が必要ですよねはいそうなんですその他にも注意していただきたいのは日中のお散歩です親子で公園などでほのぼのとしたお散歩を風景はよく見かけますけどどのような注意が必要なんでしょうか はい例えば、えー、真夏に気温が33度などと高温になった場合地方のアスファルト面では照り返しもあって60度近くにもなっていることがあるんです、はい、ベビーカーに乗っている赤ちゃんは地面の暑さをもロに受けてたちまち脱水症状になってしまうんです確かにそうですねあの盲点かもしれませんねそこでやっぱり気象台からの熱中症に 注意を呼びかける情報が重要だということですねそうですあの。沖縄気象台では最高気温が33度以上になると予想されると高温注意情報を発表して熱中,中熱中症への注意を呼びかけています33度を超えてくると熱中症の危険が特に高くなるので健康管理に注意する必要があるということですかはいその通りです気象台が発表した高温注意,報高高温注意情報は えー、FM 技能アンサーをはじめまして、テレビやラジオ各,各局で注意を呼びかけていきます、まあ。高温注意情報が発表されたら、熱中症への対策を十分に行ってほしいと思います。松田さん、うん、熱中症の対策について、具体的な方法をもう一度教えていただけないでしょうか。うんはい、まずは、市民におかれましては、暑さを感じる前から水分をこまめに補給して、そして。 大量に汗をかいた場合には塩分の補強塩分を補給することが大事です一気に大量の水分を取るだけでなくてこまめに適量を補給するそして大量に汗をかいた場合は塩分を補給する、うん、ということがポイントなんでですすねはいそうまた室内においては、えー、カーテンで日射を遮るとか冷房や扇風機を適切に利用するそして え室内の気温にも気を配ることが大事ですし、えー、特に高齢者、乳幼児、体調が優れない方がいましたら、十分な対策を行ってください。なるほど、外出時にはやはり帽子をかぶる、日傘を差す家庭では、あの風通しを良くしたり、打ち水をする日、日よけを立てるなど、自分でできるちょっとした工夫もやっぱり大事ですね。 食事ですね、うん、松田さんは夏バテ防止に気をつけていることは何かかありますすああそうです、ねまあえー、しいていえば毎朝、はいえー、ゴーヤージュースを作って飲んでますねりんごとか人参とかそれからシークサとか最近、晩酌量がいっぱいありますので晩酌量も入れてですねビタミン C たっぷりのフレッシュジュースで、えー、夏バテ防止をに努めてます。 やっぱりゴーヤーチャンプルを食べてこの暑い夏を乗り切りたいですねそうですねですね。FM 技能案でもやはり引き続き市民に対して熱中症への注意を呼びかけていきたいと思います一応あのツイキャスの方にあのコメントが来ているんですけど、はい、と動物も一緒でやっぱり真夏のお昼の犬の散歩をしている方もやはりこういう方もやっぱり気をつけるていくべきですよね、はい、引き続き FM 技能案でもあの市民に対しての熱中症への注意の呼びかけを 行っていきたいと思います本日は松田さん中田さんありがとうございましたはいありがとうございましたありがとうございました,いました続いて,続いて技能安市より防災施設を 防災施設をお伝えしていきたいと思います。いざという時に備えてしっかり確認していきましょう。と本日は益城地区の防災施設をお伝えしていきます。まずはじめに指定緊急避難場所から「伊濃湾海浜公園私立グラウンド若竹,若竹児童公園椅子,木失礼しし椅子のししまた木児童公園益木児童公園」 ゆうな児童公園、森川公園となっています。続いて、指定避難場所をお伝えしていきます。指定避難場所は、宜野湾市立体育館、益城中学校、益城区民館、失礼しました。益城区公民館、市立博物館となっています。いざという時に備えて、避難場所を今一度確認しておきましょう。 では、この時間は FM 技能案よりライフサポートラジオをお伝えしていきました。ですね、本日は沖縄気象台よりり田田ささささんんんと中田さんをおお迎えしててますす、はい、先ほどあの松田さんにいいいいろろ質問させたただいたのですが、はい 中田さんはこう、ね、やはりこう暑い沖縄でどのような熱中対策とかを行っていまず外に出るときは日傘や帽子などをさして、えー、もう日,にあ日にあまり当たらないようにするだとか、えー、外で長く動くというときには黒砂糖などを食べたりして、えー、こまめに。 塩分だったりを取るようにしております。あ、でも黒砂糖やはりいいって聞きますよね。そうですね。はい。あ、じゃあ皆さんも松田さ中田さんを見習っていろいろと対策をしていってほしいですね。本日はどうでしたか。あ、ラジオは。そうですね。<laughs> 実はあのあまりこういった機会にあの参加することがなくてですね、すごく緊張したんですが、はい、あのやはり FM 技能案の方々すごいあの優しい方ばっかりだったのですごい。 リラックスしてすることができましたはい、本日は本当にありがとうございました、えっと FM 技能アンより、えっとライフサポートラジオ FM 技能アンスタッフの根間ゆかりがお届けいたしましたそして、えっと本日のゲストは、えっと沖縄気象台の松田でしたあ,ありがとうございましたあ、中田でしたありがとうございましたはい、ありがとうございました、えっと、いざという時に行動ができるよう備えておきましょう それでは来週またこのお時間にお会いいたしましょう。